皆さんこんにちは、渡光介です。今日はですね、僕のもうゆかりの地です。もうここはですね、大和村の今里という集落なんですけども、その集落のここですね、なんと光介道路っていう名前がついたんですよ。うん、ぜひぜひあの今里集落に、来られる際にはこの道路とそしてあのここにいらっしゃる方はもう名歌者なんですけども、宮田正義さんちゅうあの方なんですけど、たまたまここにふらっと動画を撮りに立ち寄ったら車でパーッと通ったからおーっつって呼び止めた兄貴、そんな感じです。はい。で2人で1曲ちょっとね交えたいと思います。何しようかな。春女子でも歌おうか。うん。うん、じゃあ、春女子節っていう歌があるんですけど、これは奄美のその初めて代議士さんが出まして、その方が新婚早々にお子さんを亡くされて、それをこう悲しんで周りの人たちが歌を始めた歌なんですけども、今日はどんな歌詞が出てくるのかわかりませんが、一緒に。コラボレーションしたいと思います。
忙しい。はい、忙しい人がもう、何や。ありがとうね。ああ、まさか。